当店の赤坂本店と池袋にももう1店舗あるんですけども、はい、特におすすめのメニューはこの4大名物、はい、メディアでよく取り上げていただいているバズってる商品でいうとこの絶品カルビというものですね、はい、ロース、飲めるロース、塊肉、ハラミステーキ、ネギダクハラミステーキ、ボンズ盛り、ホルモンの盛り合わせ、日によって少し内容が変わってきます。困った時のおすすめランキングなんですけども、お客様から統計をいただいた人気のメニューになっております。赤文字のメニューがそれぞれ他もおすすめになっていくんですけども、はい、ドリンクメニューも私どもボンズというお店でして、はい、ちなんだボンズハイボール、ボンズサワーというものも特に人気で、お肉っていうのが一つ混ざってるんですけど、はい、飲めるロースというもので、これはご飯でドリンクと間違えてご注文されないようにお願いしますなるほど、はい、おすすめのやみつきキムチと、はい、もやしナムルです。こちら絶品カルビエ、当店一押し名物になります。この卵だれで召し上がります。はい、絶品カルビ、レアで飾らせていただきます。はい、おすすめのレアになります。どうぞ。はい、お待たせしました。あ、食べたい、食べた。こちらが四大名物のボンズ盛り、ホルモンの盛り合わせ。本日の品書きがイノシン、豚の胃袋になります。こちら中落ちタンです。こちらがマルチョウ、コブちゃんと呼ばれるもので豚の小腸になります。こちらが豚の喉頭、チグチになります。こちらが女性にも人気の生タン塩になります。ホルモン、こちらのお酢だれでお召しいただくのがおすすめになっております。ミノシン最近すごく美味しいとおっしゃっていただくお客様多いので、ミノシンからお願いします。中落ちさんですね、じっくり中まで通していきますので、コクちゃんと中落ちさんはじっくりいきます。しぐちはさっと使っていきます。お願いします。はい、少しさっぱりの方が好きですか、脂身多めの方が。さっぱり、さっぱりです。はい、焼き目がしっかりこう両面焼き目がこのようについた状態で油を調節していただきますと、ちょっと中にこう厚みのあるお肉は中まで火を通したいので、はい、真ん中中火、中火でなのでそこでちょっとじっくり焼いていただきます。こちらが間違いせずミノシン、ミノシン、喉頭、チグチです。また違った食感でミノシンがクリクリとして、中間ぐらいがこのチグチ、喉頭になります。はい、お肉、赤身肉とこう白肉、今食べていただいているホルモン肉がありますけど、はい、一応なんですけども、はい、
レモンで。どうぞ。どうぞ。はい。本郷も持った際の食感にかかるこの弾力がございまして、厚みというか、これで肉のお焼き加減になって、私も噛み心地っていうところまで意識してお焼きするっていうのが一番おいしく食べているポイントになります。ハラミとパンの間ぐらいなので、硬め、硬いよりなんですけども、硬すぎず少しだけ柔らかさ残していただくのが一番ありがとうございます。喉頭ですね、豚の喉頭。身の芯はコリッとした食感を楽しんでいただくんですけど、硬すぎるとコリッというよりもちょっとガリッとした感じになってしまうので、気持ち中落ち感よりも若干柔らかめの方が美味しいです。試しに食感を味わっていただきたい。手前から順に少し歯ごたえが増していきます。身の芯です。牛の胃袋の一部、ガツ芯と思います。ホルモンユッケなどにも入っております。貝の身のタレになります。はい。わさび大丈夫ですか？はい、はい、はい、ウーロン麺東京の味噌割れとお塩があるんですけど、だけ味の違いをちょっと知っていただきたいので、パリッと外面だけを焼きした方と浮かせてみてください。続きを始めますね。タレがもうついてるんで、そのままでもわさびでつけて食べていただいても、外だけをパリッとちょっと焼きしてもらって、こちらもこれが中までしっかり落として外だけ。あ、1本ですね。すいません。はい、
マイナス5。何ですか。Thank you.